フェライト磁石フェライト磁石の棒磁石フェライト磁石はフェライト磁性体による磁石である特に強磁性のハードフェライトが一般に言う磁石の性質を持つ難磁性のソフトフェライトはフェライトコアなどに使われる酸化鉄を主原料にしてバリウムやストロンチウムなどを微量を加えて焼き固めて作る化合物焼き固めた後に1マイクロメートルほどの粒子に 粉砕したものを成形し焼結する、溶業製品である。ハードフェライトでは、焼結後に電磁石によって記事することで永久磁石とする。比較的強い磁性を持ちながら安価なため、様々な用途に用いられる。近年は特性を向上させるために、ランタンやコバルトを加えるものも製造されている。1930年に、日本の東京工業大学の加藤よごろうと、 武井武氏によってフェライトが発明されたことがきっかけで誕生し、1937年に日本の東京電気化学工業によって工業化された。一時期フェライト磁石の磁気特性はピークに達したように思われていたが、1990年後半ッコする KM 型フェライトの出現により開発熱が再燃している。近年ではその磁気特性が、 br イコール0.45から0.47テスラ hcj イコール300から450キロアンペアマイメートルまで向上してきている abc 日刊工業新聞社編ものづくり解体新書日刊工業新聞社二千七年10月28日初版第一冊発行 i s bn 九兆7845億2605万9490田口ひとし 竹石拓、諏訪健一郎。高法和味から寸地間、M 型フェライト磁石。日本応用磁気学開始21.5、901から906。田口ひとし、竹石拓、アンド諏訪健一郎。フェライト磁石の構成能化に関する研究。粉体及び、粉末焼き44.1、3から10、フェライトマグネットの低温源地について、ありがとうございます。